こんにちは。採用の教科書シリーズ著者の稲田です。今日は便利な音声入力ソフトに関してご紹介したいと思います。今、私が話していますが、リアルタイムで音声入力されていますよね。そうです。目の前に表示されているこれが本日紹介するおすすめの音声入力ソフトです。開業などはできませんが、エンターボタンに指を置いてマイクで話すだけで大丈夫です。どうでしょうか 入力の間違いなどはありますでしょうかあまり入力間違いもなく文章を打てていると思います。しかもこれは無料で使えます。このソフトを提供している会社は皆さんご存知の Google です。その Google 版ワードとも言える Google ドキュメントにこの音声入力機能は搭載されています。それでは実際に Google ドキュメントの 音声入力の使い方をご紹介します。まずは Google 検索で Google ドキュメントというふうに検索していただきたいのですが、実はここにですね、マイクのマークがあります。ここをクリックすると、ここでも音声検索というのが行えますので、クリックします。このようにマイクが許可を求めた場合は許可としておくといいです。Google ドキュメント。 出てきましたね。これはですね、主にスマホで使う音声検索なんですけど、まあパソコンでもこのように使うことはできます。そしてこれをクリックです。そうするとこのように Google ドキュメントのホームページが出てきます。スプレッドシートというのは Google 版の Excel です。スライドというのは Google 版の PowerPoint。フォームというのは Google のフォームなんですけど、アンケートフォームなどいろいろなものに使えます。 この中で Google ドキュメント。ここでですね、パーソナルビジネスとありますが、まあ、まずはパーソナルのこちらで大丈夫です。Google ドキュメントを使ってみるをクリックしましょう。この Google ドキュメントを使うためには Google のアカウントが必要です。そしてこのようにテンプレートが何個ありますが、この中でまあ、どれでもいいですけどすね、空白でこちらを選びましょう。そうすると先ほどの Google ドキュメントを入力画面になります。通常はキーボードで文字を打って入力すると思いますが、ここでですね、ツール、これをクリックします。その中に、 音声入力というのがあります。コントロールとシフトと S を押しても呼び出すことはできます。マイクのマークが出ますので、こちらをクリックします。このように赤色になったら使うことができます。ただし先ほども言いましたけど、開業はされません。また100%誤字脱字がないというわけでもありません。例えば先ほど開業と言いましたけど、廃業となっています。ただし最初から文字を入力するよりは、 話した方が早いのは間違いありません。長文を入力するときは、この音声入力を使った方が早いときもあります。他にも使う場面は何個かありまして、例えば会議の議事録。コロナの影響で、ズーム会議などが増えていますので、ズームのレコーディング機能を使って音声を録音していたりもしますよね。その音声をマイクに拾わせると、議事録を作ることができます。 その他にも、普段のメール文章にも使えます。ちょっと例えば書いていますね。お世話になっております。稲田社会保険労務事務所の稲田です。この度は、新卒採用コンサルティングへのお問い合わせいただき、ありがとうございました。いただきました質問に、以下に回答させていただきます。といったように、メールの文章でも音声入力をすることは可能です。 この Google 音声入力を使う際、まあ基本的に音声入力を使う際にポイントとしてはなるべくはっきりとゆっくり話すこと。そして単語ではなく一文丸々話すこと。長文を読んだ方がより正しく変換されやすいです。以上、こちらの音声入力ソフトをぜひうまく活用してください。 このチャンネルでは、新卒採用や中途採用、また経営に役立つ話を紹介しています。ご興味がありましたら、チャンネル登録をお願いいたします。